青木MMAチャンネルです。いや、野瀬選手が滝沢選手相手に本当に圧勝でした。ちょっとびっくりしたので動画にしていこうと思います。試合展開としてはもう野瀬選手が圧勝でしたね。組の展開から滝沢選手に全く何もさせずパウンドを入れ続け、1ラウンド2ラウンド本当に危なげなく完勝してみせました。これも野瀬選手はもう早くライジンの上位陣と絡んでもいいんじゃないかなと思います。朝倉海選手や井上直樹選手、佐藤翔光選手、本谷勇樹選手といった上位陣と早く戦ってほしいですし、全然勝つ可能性もあるんじゃないのかなと思いました。ロードトゥ UFC でもかなりいい試合をしていたので、まだ26歳ですし、本当にこれからどうなっていくのか楽しみですよね。ただ心配なのは滝沢選手ですね。これでもうライジンで4連敗、もともとパンクラスの上位ランカーで実力のある選手ではあるんですけれども、こうライジンで上位陣と絡んでいくとなかなか勝ちきれないという現状が続いています。ディープやパンクラスでやり直すというのも一つの手ではないのかなと私自身は思います。以上です。